話がよう分かりませんわ、兄貴。おやっさんがロウを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もロウから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる？最後にお前らが、あの人を見たのはいつだ？おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやロウのように俺のことも殺そうとする。それもロウが言うとるだけじゃろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴。ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅんはそんじょそこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅうか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ロウの話を頭っからお前らが聞く気になれねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。ほいじゃったら、キリュウさん、わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にしてそこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従えやええ。我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。わりゃ、なんじゃいよんだら、キリュウさん。ほうじゃ、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表出やキリュウ、わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃがわしは手加減せんど。広島ヤクザの意地っちゅうもんを見しちゃる。我も殺す気で来いや。
なんじゃ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。